ショール配信をしようかなって思った時に、私は今絶賛おうち時間中なので見てくれてる方もおうち時間中の方いるのかな、おうち時間中の方何してるんだろうと思って。そうなんですよ、まあほとんどおうち時間が多い方がほとんどですよね。おうち時間の過ごし方をみんなとシェアしようかなと思って、私は中学小中の時から結構本を読むのが好きだったので、まあ、今も学生生活終わって、まあ、ちょいちょい本を読み進めてってるんですけど、今まで読んだ本でおすすめの本とかをちょっと紹介しようかなと思って、今日は私が結構語る系の配信になっちゃうかと思うんですけど、よかったら楽しんでいってください。はい、本を読むときはメガネじゃないことが多いかもですね。でもまあ寝る前とかだったらメガネですけど、はい、メガネの使い分けは特にしてないですね。私が今まで読んできた本の中で基本的には特に好きで、隅野先生の本はほとんど持ってます。でその中でも隅野ゆる先生の本は君の膵臓を食べたい、君膵が結構有名だと思うんですけど、私はこの本がおすすめです。じゃん、また同じ夢を見ていたっていう本なんですけど、この本は高校生の時に読んだ本で、まあその当時君の膵臓を食べたいがめちゃめちゃ流行ってて、で小説で読んで、そこからなんかいいなと思って、あ、でも隅野さんは女性じゃないような気がする女性の書いた本が好きとか言いながら、はい、そうなんです。これはどんなお話かっていうと、ちっちゃい女の子が主人公のお話なんですけど、なんかこのタイトルの意味が流浪の月、これはこれ買った時の当初のあれなんですけど、本屋大賞をこの間受賞された作品で、読むなら今です。めちゃくちゃおすすめひなたんの説明が読書感想文みたいで読みたくなる、読書感想文得意なの実は。はい、これは発売当初から結構バンバン店頭に並んでて、ずっと気になってたんですけど、せいちゃんが読んでたと思うんですよね。せいちゃんに面白いっていう後押しをもらって、ああじゃあ私も読もうって思った本です。これはちっちゃい頃にまあ主人公が誘拐されちゃうんですけど、でもその誘拐犯との絆を描いた本で、との絆を書いた本っていうのはすごい私好きなんです実は面白そう、これすごいおすすめです。これはこの本は女性作家さんですね、女性の方が書いてます。はい、本屋大賞は外れないって、本屋大賞はね、すごいおすすめですねかといって他のノミネート作品を読んでめちゃめちゃ読んでるかって言われたらそうじゃないんですけど、はい、そうなんですね。あとはちょっと前に読んだのはこれ M 愛すべき人がいて、なんか周りに浜崎あゆみさんが好きな友達が結構いると、ずっと前、まあもうずっと前って言っても、まあ以前読んだことある本でおすすめするのはこれです。4月になれば彼女はと、僕たちはみんな大人になれなかったっていう本なんですけど、これもなんか私の好きな感じの文章雰囲気で全部選んでます。私はハードカバー派なの？私文庫本よりこっちのこの大きい方の方が好きで、そうなんかこっちの方がこうやって部屋に並べて置いてあるのが可愛いなっていうのが、はい、あります。これもすごい心にくる。
なんかヒューマン系が多いですね、こうやって見ると。もうずっと1年くらいかけて読んでるんですけど、いい加減読み終わりたいなと思います。はい、そのサイズ読みにくくない？私はこのサイズがめちゃくちゃ好きなんです。本を持ってるっていう感覚が出るので、はい、すごい好きです。文字を見るのが見ると眠くなるからなんとかしないと。確かに眠くなっちゃう人はいますよね。でもなんか私の場合、なんで本を読むんだろうと思ったら、なんか家にめちゃくちゃ本がある、まあ漫画も含めてなんですけど、家にめちゃくちゃ本があるっていうのと、あとなんか学校で絶対 あるじゃないですか、朝読書の時間みたいな。で朝読書をして、そこからその10分くらいの間で見るのめちゃくちゃおすすめですはい、朝読書でハリーポッター読んでた。え、めっちゃわかる。私も朝読書でハリーポッター読んでました、小学生の時。はい、読んでるふりしてためちゃくちゃ暇な時間じゃん。はい、それで私は中学の時に国語の時間に田原町さんのサラダ記念日をやった時に、すごいそのなんだろう、現代史にめっちゃハマったんですよ。その田原町さんのサラダ記念日がめちゃくちゃ良いと。それでなんかチョコレート革命とかを図書館とかで借りて読んたりとかしてから、結構詩が好きで、はい短歌とか読んでます。それで、おすすめの詩人さんはこの人です、最果て多士さん。はい、最果てさんはなんかすごい、なんだろう、あんまり分かりやすくはないと思います、日本語的にははい、日本語的にはあんまり分かりやすくないんですけど、でも読むとそのなんだろう、日本語と日本語の組み合わせとか、そのデザインとして、日本語のデザインとしてすごくなんか自分の中でスッてしっくりくる部分がたくさんあって、めちゃくちゃ好きです。天国ととてつもない暇、これおすすめですね。はい、いろんな本出してるのでおすすめですで今読まされます、なのでこれを読んでます。これをずっと冬からちょいちょい読んでますね。挿絵が素敵って、そうなんです。しかもこの文を書いてる八木本もともとさんっていう方は、確かね、新潟の人だった気がするような気がする。はい、これはすごい絵本感覚で時間があるときに読んでます。はい、あと本屋さんでカバーつけてもらわないの？カバーはつけてもらうときもあるんですけど、基本お家で読んだりとか、その並べておくのが好きなので、取っちゃ、そうですね、現代短歌で、すごいなんか日常的なことを優しい言葉で書いてあるので、すごい面白かったです。優しい気持ちになれます。はい、はい、なんかたやすみなさいはこの人の言葉、このさ、これを書いてる方の言葉で、なんかたやすく眠れますようにの意味らしいです。はい、昔より活字に触れる機会は少なくなったなって。そうなんですよね、やっぱり学生の時ってその勉強する時間とか、時間が区切られて読むのと、あと出すのをしたいなと思ってやってます。ルナの月読みましたか？読みました。その話先ほどさせてもらいました。これはもう本当に最近読んでた本の中で一番面白かったです。もう久しぶりに小説ってこんなおもろいんだって思いました。はい、
なんか自分の好きなテイストだったっていうのもあるし、もうめちゃくちゃ面白くて、もうめくる手が止まらないんですよ。ページをめくる手が全然止まらないので、はい、読みました。コーヒーが冷めないの部分がめちゃくちゃ泣けて、もうなんかずっとボロボロ泣いてて、そう目腫れました普通に。どんな時に読むの？本を読む時は寝る前か移動中とかかな、あと気が向いたらっていう感じで、なんか読み切ろうっていう風にはあんまり思ってなくて、読みたい時に読むっていう感じです。はい。どういう体勢で読むの？座って読むか寝転がって読むかですね。はい。で、私は基本的にこう本を並べて置いておくのが、置いてあるのを見るのが好きなんですよ。こう並べてあるのを見るのが好きなので、だいたいどんな本を読んで気になって、ちょっと内容を調べてみて、でこういう感じの話なのかと思って読んでみたいなって思ったり、はい、そうなんです。コーヒー飲みながら読む？あんまりないですね。飲み物飲みながら、でもコーヒー飲めないんです私。だからココアかな。わからない言葉が出てきたら、そのままイメージ、調べます。わからない言葉とか、なんか気になった表現とかは調べます。調べて意味を知って読み進めますね。紅茶派？紅茶も好きです。はい。そう、あと文章を書くっていうか、そのなんだろう、その本を読んでこの表現いいなとか思った雰囲気、その言葉の雰囲気にめちゃくちゃ影響されやすいので、そういう雰囲気でずっと自分の言葉で文章を並べてったりするのが好きです。というわけで、おうち時間の過ごし方、私の、おすすめ丸一は読書でした。なので、そう、詩読むのが好きなので、すごい自由に書いていいんだなっていうのが、現代文学を読むとすごい感じるので、なんか自由に書いてます、自分でも。どういう表現のが好きなんだろう。どういう表現がいいかな。なんだろうな。どれがいいかな。なんかそういう好きだなっていう表現があったら、ちょっと教えますね。例えばこのバームクーヘンで私は眠ったの、このいい孤独っていう詩があるんですけど、これはすごいいいなって思いました。いい孤独、孤独だけどいい孤独だよと言っていた人がいて、いい孤独があんのかと思った。可愛い孤独とかもあるんだろうか。ある。はい、いいね。なんか一人の時間好きなので、この孤独のお話は、お話というか詩はすごいいいなと思いました。孤独に優しいなって。あ、自己啓発本とかも好きです。最近多いですよね、自己啓発本系は。そう、なんか YouTuber の方が最近よく自己啓発系の本を出されてるなっていうイメージがあるんですけど、そういう本も読んだりします。はい、皆さんどんな風におうち時間過ごしてますか？
曲の作詞とかトライしてほしい。曲の作詞は難しそう。というか文章をなんか書きはするけど、なんか表に出すのは気遅れしてしまって、全然出さないから。そうなんですよ。わ、 SAO 見直してる方がすごいいる。私も見直そうかな。最近はあつ森ショールーム見てるよ。いいね。うん、遠雷と蜂蜜は面白かったよ。あの本で読んでないんですよね。映画で見ました。はい。餃子を作りました。いいね。料理とかする？最近してます。はい、料理も最近ハマってますね。そう、今日も料理しました。作詞してみたら？作詞か。昔ショールームでやってたのに、昔ショールームでやってたのはギリギリ出せる範囲のものを作ってたかな。最近作ったし、なんだろう。うん。あんまなんか自分の感情バーみたいなのとか。はい。プリン作りましただって。かわいい。ポエム最近書いたのは、私はずっと旅をしている。ノームのトンネルを抜けたら柔らかな日だまりに包まれて、私は窓にもたれながらまどろんだ。田は広がり、山々は白んで、空は青い。それは白昼夢とすら思える旅だったとかかな。メールとかではね、たまに送ったりしますけど、感情は表に出さずに書き溜める方ですね。あんまり出さないことが多い。はい。なんかそういう詩を書き溜めてます。ずっとポエムにして。ねえ、なんか最近母がカメラ買って、で自分もちょうどなんだろう、写るんですとかで、たまに写真撮ったりとかして、なんか写真とかも面白いなって思い始めたので、なんかカメラとかももうちょっと勉強してみて、なんかそういうのと自分の作ったポエムとかを合わせて、なんかバンって出せる機会があったらいいなって思います。そうなんです。あきちゃん長文書くよね。ね、あきちゃんの長い文章はすごく好きですね。あきちゃんもあの日本語が柔らかくて、あの表現の仕方がすごい好きだし、あはい、楽しみにしてるって、ありがとう。古典とかできそうって、おいいですね。ちょっと目標にしてみたいな。それはやってみたいです。ほんま制作中復活してほしい。制作はしてます。制作はずっとやってるんですけど、発表をしてないだけなんですね。なんかフォトログにアップするのもいいんですけど、なんかしっくりくる発表の場があんまりないというか、そう、載せたいコンテンツっていうのがあんまりなくて、そう、なんかここじゃないなみたいなのが自分の中であって、それが結構もやもやって感じです。オフィシャルサイトの新規時にブワーって書く分には全然メールでいいかなと思ってるんですけど、はい、そうなんです。もやもやって感じです。ツイッターね、確かにね、いろんなところに拡散されるとか、そういう意味ではツイッターがいいのかな。でもツイッターはそれこそなんか告知とかもしてるから、なんかそれ専用でもないしね。難しい。文字制限ないのがいいねって。そうなのそう、だからね、なんか難しいな。ノートとか始める？
ノートとかやり始めたらいいのかな。まあ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 、発表したいときに自分の文章はなんかアップするようにしますね。はい、というわけで、じゃあ皆さんもおうち時間、いいおうち時間を過ごしてくださいね。あ、なんかコラムとか書きたいですね。コラム挑戦してみたい。なんか200字くらいかな。ね。あとはショールーム読んでほしいって。はーい。あ、なるほど。ショールームで発表しろと。なるほど。でもなんか文字にしたいかな、私は。読むのは全然ありかなと思うけど。スクショタイムください。了解です。そうね、もう。ちょっとで30分、あっという間だ。なんだろう、何ポーズがいいかな。なんかさ、顔に光があんま入んない気がする。しゃーなしかな。はい、チーズ。カキカキポーズ。サニーボール。ピースピースピース。ペン回しできないの私。そう、どう、うん、ここまでしかできない。なんかさ、授業中にめっちゃ回してる人とかいたよね。そうなの、できない。ほら落とした。ハート、ハート。ニパー、それもできない。確かに。ご飯炊けた？今日はご飯炊いてないです。ご飯炊けてない。はい、というわけで今日も配信見てくださってありがとうございました。私のおうち時間、読書、ちょっといろんな本を紹介してみたりとかしたけど、どうでしたか？なんか気になる本とかありましたかね？なんか面白そうな、なんかなんだろう、できたら女性作家さんが好きなんですけど、おすすめの本とかあったら教えてください。はい、というわけで、あ、バームクーヘンよかった。バームクーヘンめちゃくちゃおすすめです。これは買ってよかったなって本当に思いました。中の絵がかわいい。そう、しかも短歌の本、この本とこのバームクーヘンの本は、その絵、挿絵の絵を描いている人が一緒なので、すごいなんか自分の好みが全面に出ている。はい、というわけで明日も多分同じ時間から配信したいなと思います。はい、というわけで、では皆さん明日も頑張りましょう。というわけで、バイバーイ。あ、コメント、お星様、そしてギフトなどなどありがとうございました。また見てくださいね。バイバーイ。